今回は運命が好転し人生がうまくいくの第349回で石川県のおすすめということで松尾神社を取り上げます。それでは本題に入る前に、このチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それで松尾神社ですが、この神社は石川県羽咋郡志賀町町井というところにあります。そう大きな神社ではありませんが、周りが開けていて開放的です。神様方ものんびりくつろいでいます。あくびをしている神様もいます。のんびりしている分話を聞いてくれ、アドバイスしてもらいます。ご祭神は大山国の御事様、玉より姫の御事様となっています。ご利益は大山国の御事様が用地守護、地域鎮護守護、家内安全、農業守護、醸造守護、厄除け、家計繁栄、土地の所有を示す地主神となっていまして、玉より姫の御事様が子宝、安産守護、豊作豊漁、食産興業、商売繁盛、開運、大井除け、苦病災難除けとなっています。それではまず最初に松尾神社のご利益のエネルギーです。終わりました。次は御祭神型のご利益のエネルギーです。
終わりました。次は近くの新玉神社、貴船神社のご利益のエネルギーです。終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。